私は自由民主党の山田賢司でございます。まずロシアによるウクライナ侵略について連日報道がなされております。ロシアの武力侵略はもちろん、民間人の大量殺戮というのは重大な国際法違反であり、決して許されることではありません。私もウクライナへの支援とウクライナ国民に思いを寄せることについては否定をいたしません。しかしその上で、私たちは何か忘れていることはないでしょうか。何の罪もないのに、ある日突然北朝鮮によって理不尽に拉致され、異国に連れ去られたまま、長年自由を奪われ、いまだにご家族と会えない日本人がいる、このことはほとんど報道がなされておりません。過去に終わった話ではありません。現在も深刻な人権侵害が続いています。このことこそ、毎日でも話題にされるべきことだと考えております。拉致問題の解決に向けて、政府を挙げて、国連はじめ世界各国に我が国の立場に対する理解を、いや、協力を求めていく、このような努力をしていただいていることは承知しております。しかし、世界に理解や協力を求めていくということは重要ですが、肝心なのは当事国である我が国自身が行動することです。日本の主張は分かったと、日本に全面的に協力するよと、で、日本は一体何をするんだという話でございます。拉致被害者を取り戻すために、自ら主体的に動いていく必要があると考えております。これまで拉致問題解決のためにさまざまな方策を要請しても、常に役所から返ってくる答弁は、何が最も効果的か、不断に検討していくというお決まりの答弁が返ってまいります。最も効果的な方策を検討し続けてきた結果、誰一人返ってきておりません。この状態、これまでの対応が本当に最も効果的な方策だったと言えるのでしょうか。官房長官、これまでの取り組みに対する評価をお伺いしたいと思います。松野内閣官房長官。山田先生にお答えをさせていただきます。拉致被害者ご本人もそのご家族も一年一年と年を重ね、ご高齢となっていく中、2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者の帰国も実現をしていないことは、痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思っております。拉致問題の解決については、米国をはじめとする関係国と緊密に連携をしつつ、山田先生からご指摘をいただいたとおり、我が国自身が主体的に取り組むことが重要であります。事柄の性質上、この場でつまびらかにできないことはご理解を願いたいと思いますが、政府として北朝鮮にはこれまでもさまざまな働きかけを行ってきています。拉致問題は岸田内閣の最重要課題であり、岸田総理自身、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意を表明をしています。引き続きすべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現をするために、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動していく決意であります。山田賢司君。ありがとうございます。対話と圧力ということで、日本はさまざまな制裁を講じております。国連安保理決議に基づく制裁に上乗せした日本の独自の制裁もさまざまやってきました。ただ、それでも拉致被害者は帰ってこない、また北朝鮮は相変わらずミサイル実験を続けております。こうした中、さらにもっとできることがあるのではないかと考えております。今回のロシアによるウクライナ侵略に対しては、ロシアのプーチン大統領を資産凍結の対象としております。度重なる国連安保理決議に違反し、核・ミサイル実験を繰り返している北朝鮮の指導者であるキム・ジョンウンを資産凍結の対象とすべきではないかと考えますが、政府のお考えをお聞かせください。外務省、岩本大臣官房参事官。お答えいたします。我が国といたしましては、日朝平壌宣言に基づきまして、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、国交正常化を目指すというのが、対北朝鮮外交の基本方針で、ございます。でその上で、先ほど来ご指摘ありましたとおり、何が最も効果的かという観点から、普段に、その対策を検討してきて、いるところで、ございます。朝鮮総連、
につきましては、現時点におきまして、資産凍結等の措置の対象として、キム・ジョン指定すべきものに該当するものとは認識しておりません。また、現在ですね、キム・ジョンにつきましても、現在、対象ではないというご指摘がございました。ですが、先ほど来申し上げました観点からですね、何が最も効果的かという観点から普段検討しておるこのことについてご理解をいただきたいと思います。山田君、やっぱり出てきた何が最も効果的かということですね。先ほどなぜ一番最初にその質問をしたかというと、最も効果的な方法を検討して結果一人も帰ってきない、来ていない。そして核ミサイル実験は相変わらず繰り返されている。これが本当に最も効果的な対応なのかという思いから言っておるんです。続きまして、朝鮮総連は北朝鮮による日本人拉致事件に関わったという認識は政府にあるのでしょうか。お聞かせください。警察庁桜沢警備局長。お答えいたします。警察としましては、これまで行ってきました捜査、調査の結果としまして、拉致容疑事案において、朝鮮総連傘下団体の構成員が構成員の関与が確認された事例も把握しているところであります。警察においては、公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から、朝鮮総連の動向に重大な関心を払っており、今後とも具体的な刑罰法令に違反する行為があれば、厳正に対処していく所存であります。山田君。朝鮮総連は実際に、拉致事件に関わっているという認識でおります。その上でですね、これはテロリスト組織、テロ組織なのかどうかという観点からお伺いをしたいと思います。まずファトフの勧告を受けて、政府においては国際テロリスト財産凍結法を改正し、大量破壊兵器拡散に関わるものについて、居住者間の取引に対して資産凍結ができるように、改正を考えておられると承知しております。ただ、改正前であっても、現在でも安保理決議による資産凍結対象に指定されれば、国外への資金移動は凍結できますし、改正をすることによって、国内の資金移動も凍結できるようになるというふうに承知しておりますが、要するに、キム・ジョンウンや朝鮮総連に対する資産凍結も、国連安保理決議によって指定することによって、資産凍結ができると理解してよろしいでしょうか。内閣官房、大谷内閣審議官。お答えいたします。昨年8月に公表されましたファトフ第4次のファトフ再対日総合審査の結果を踏まえまして、内閣官房においてファトフ勧告に対応するための法改正を取りまとめるというところでございます。その中でご指摘の国際テロリスト財産凍結法の改正を検討中でございます。これはファトフの対日総合審査におきまして、国連安保理決議で指定された大量破壊兵器拡散に関わる居住者が行う国内取引について制限措置を講ずるよう指摘をファトフから受けたことを踏まえた対応でございます。個別具体的な個人や団体に関する仮定のご質問についてお答えすることは差し控えさせていただければと思いますけれども、法整備作業におきましてファトフの指摘を踏まえて、国連安保理決議で指定された大量破壊兵器拡散に関わる居住者が行う国内取引につきまして、資産凍結の対象とできるよう、所要の検討を進めているところでございます。しっかりと対応してまいります。山田君。ありがとうございます。もう一つ、テロ資金等提供処罰法についてお伺いしたいと思います。この法律は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を行う者に対して、資金提供等を行う行為を処罰するものです。その対象行為として、第1条の第1号に、人を略取し、もしくは誘拐し、もしくは人質にする行為が挙げられております。これはまさに北朝鮮が行っている拉致そのものです。人を略取し、誘拐する行為である拉致を行っている北朝鮮に対し、資金提供、土地建物や役務、その他の利益を提供する行為は、現行でも本法の処罰対象になるのではないかと考えます。また、本法では公衆等を脅迫する目的を持って行われるとあるため、脅迫目的がないと対象にならないのか、今後の改正では公衆等脅迫目的以外も対象となるとの改正も同時に行われると承知しておりますが、政府のご見解をお聞かせください。法務省、保坂大臣官房審議官。
いわゆるテロ資金提供所轄法案の今、委員からご指摘ございましたように、国、公衆または国等を脅迫する目的、公衆等脅迫目的をもって行われる略式誘拐等の一定の犯罪行為を、公衆等脅迫目的の犯罪行為といたしまして、その犯罪行為のために資金を提供する行為などを処罰の対象といたしております。具体的な事例における犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、公衆等脅迫目的で略取誘拐する犯罪行為、あるいは公衆等脅迫目的で爆発物の爆発により建造物を損壊する行為など、そういった犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対して資金を提供した者については、この法律に違反する罪が成立するということになります。今、改正の点にもご指摘ございましたが、ファトフの昨年8月の勧告におきまして、法定刑をより重くすべきことのほかに、テロ資金供与防止条約付属書に掲げる条約に定める犯罪行為については、公衆等脅迫目的がなくても資金提供罪の適用対象とすべきこととされております。この点につきまして、法務省としても内閣官房その他の省庁と連携しながら、この勧告を踏まえた改正の検討を鋭意進めているところでございます。山田君。ありがとうございます。キム・ジョン、あるいは朝鮮総連等ですね、まだまだ制裁、圧力強化する余地は残っているというふうに考えております。例えば、2017年の9月7日、日経新聞によれば、米国は国連安保理において、キム・ジョンの資産凍結、渡航禁止を盛り込んだ追加制裁決議案を各理事国に配布したという報道がありました。その後、それは実現はしておりません。今般、新たに国連安保理において、北朝鮮のハッカー集団に対する資産凍結を含む制裁強化決議が検討されているという報道もあります。キム・ジョンウンや朝鮮総連を資産凍結対象にできるように、日本として国連安保理決議に盛り込むよう働きかけていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。外務省、遠藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。先般、北朝鮮による ICBM 級の弾道ミサイルの発射等を受けまして、現地時間の今年の3月25日に開催されました国連安保理の公開会合におきまして、米国は新たな安保理決議案を提示すると発言をしておりました。その際、我が国といたしましても、安保理会合に出席し、かかる米国の発言を歓迎したというところでございます。現在、安保理理事国でない我が国といたしまして、安保理の決議案、どういう形になるのか、責任を持ってお答えする立場にはございませんですけれども、政府としては、北朝鮮による類似の安保理決議違反を受けて、安保理が一致してその責任を果たすことを期待しておりますですし、米国をはじめとする国際社会と協力しながら、北朝鮮に対して、安保理決議の下でのすべての義務に従うということを求めてまいりたいと考えております。またこのような立場に基づいて、引き続き安保理の動向を強い関心を持って聴取していきたいと思っておりますですし、北朝鮮にかかる対応につきましては、米国をはじめとする関係国と引き続き緊密に連携してまいりたいと考えております。山田君。ありがとうございます。いや、要するに、北朝鮮に対する制裁を強化するためには、国際社会に働きかけて、国連安保理決議によって制裁対象に加えれば、いろんなことができるはずだと思っているんですね。大事なのは、我が国が当事者としてどう考えているかということでございます。キム・ジョン、あるいは朝鮮総連などを制裁対象にしようと思っているのか、思ってないのか。キム・ジョンウンや朝鮮総連に対する資産凍結をするつもりがあるのか。ないんであればそれはなぜなのか、我が国は本気で北朝鮮に対して圧力をかける意思がないのではないかと取られます。これは対話の窓口として制裁せずに残しておこうというようなそんなお考えがあるのか、この辺認識について官房長官お聞かせいただけますでしょうか。松野内閣官房長官。お答えをさせていただきます。先ほど政府参考人の方から答弁をさせていただきましたけれども、我が国として日朝平壌宣言に基づき拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決をし、不幸な過去を清算して国交正常化を目指すというのが我が国の対北朝鮮外交の基本方針でございます。政府としての具体的な対応については、これも再三山田先生からご指摘をいただいておりますが、こうした諸懸案の解決のために何が最も効果的かという観点から
不断に検討してきており、引き続き検討は続けていくということでございます。朝鮮総連については、現時点において、資産凍結等の措置の対象として、指定すべきものに該当するものとは認識をしていませんが、北朝鮮当局と密接な関係を有する団体であると認識をしており、各種動向について、引き続き重大な関心を持って、情報収集を行っていく考えであります。山田君、ありがとうございます。その点がものすごく違和感があってですね、ロシアのプーチン大統領ですら資産凍結対象にできるのに、我が国の同胞が拉致されている、そして我が国に向けて、我が国の脅威である核・ミサイル実験を繰り返している、こんな、国家である北朝鮮、そしてその下部機関である朝鮮総連、こういったものに対する制裁には躊躇する、これ、なかなか理解が得られるものではないと思います。また官房長官、不幸な過去を清算しということがお言葉ありました。しかし拉致は現在進行中の最も不幸な人権侵害でございます。このことを置いてですね、過去の不幸な過去を清算しということはありえない。まず拉致されている日本人全員返せと、その上で話はそこからだということではないかと思っております。ウクライナのゼレンスキー大統領、連日テレビ等に出ておられます。ウクライナがなぜ世界の国民から共感を得るのか、これはトップ自らが世界に向かって語りかけている、そして自国が自ら戦っている姿を世界が見ている、その姿に世界が共感しているんではないかと思っております。ウクライナのニュースは毎日報道されてますが、拉致問題についてはほとんど報道されていません。政府においてもさまざまな広報に力を入れていらっしゃるとは思いますけれども、広報に力を入れてますよということだけではなくて、日本国民、そして世界に対して共感を得る、このことが最も重要だと思っております。国内外の人々の心に響くようなメッセージを、総理や官房長官から毎日でも出していただきたいと思いますが、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。松野内閣官房長官。お答えをさせていただきます。拉致問題の解決のために日本国民が心を一つにして、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けての強い意思を示すということは、先生のお話のとおり重要であると認識をしております。政府としては拉致問題に関する啓発活動にも力を入れて取り組んでいるところであります。お尋ねの点につきましては、国民大集会や国民の集いと拉致問題に関する各種集会において、総理や官房長官兼拉致問題担当大臣である私が出席をし、拉致問題の早期解決に向け、力を込めて発信を行っているところでございます。さらに、政府主催国際シンポジウムやオンライン国連シンポジウム等を通じて、国際社会に向けた発信も行っております。またこれらのメッセージを総理官邸や拉致問題対策本部のホームページに掲載をし、ツイッターで発信すると、さまざまな工夫を凝らしているところであります。今後とも拉致問題に関する理解と支援を得るために、国内外の人々に共感を得られるよう、拉致問題に関する啓発活動に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。山田君。ありがとうございます。拉致被害者はもちろん、ご家族も高齢となっており、本当に時間がありません。この広報啓発に力を入れているというだけではなくてですね、しっかりと一日も早く取り戻せるように全力で取り組んでいただきたいと思います。このことをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に尾形凛太郎君。はい。